ではあ、続きまして、えー、と小沢秀明さんより、えー、官民連携手法の法的枠組みと課題ということでお話しいただきます。 えー、小沢さんは、あの、弁護士で、えー、いらっしゃいます、えー、小沢秀明法律事務所所長で、えー、をお務めで、えー、建築、それから都市計画うなどの、ま、法律に非常にお詳しくてですね、えー、今日はそういう観点からですね、えー、お話しいただくことになっております。どうぞよろしくお願いいたします。あの、弁護士の小沢です。 ただいまご紹介いただきました。あの、私の専門はあの、不動産法と環境法ということでやっておりますが、あの、歴史的建築物についても、まあ、かねてから関心がありまして、まあ、あの仕事としては全然やってないんですけれども、基本好きなので関わっているということです。で、この、今、あの、私の事務所、この、えっ、ー、と、画面に出てますけれども、市政会館、あの、東京都の、あの、市裁町っというか、日比谷公園の、あの えー、南東の橋にあるんですけど、えー、皆さんあの今日参加されている方はご存知と思うんですけれどもあの佐藤光一の、まあ、名建築であのこの後ろの方は日比谷公会堂で、まあ、あの市政会館と日比谷公会堂一体となって、まあ、区分所有の形になっていますこの今7階で、えー、質問をしていますであの私が歴史的建築物に関わった、まあ、きっかけっていうのはですね先ほどもちょっとお話ありましたけれども あの本田さんという方がいらっしゃって、参考エステートという会社をですね友人の方と作られて、その25周年だったと思うんですけど、記念という記念事業として、まあ、あの写真集を出したいと、でその写真集というのは、ですねあのの歴史的建築物で、しかもあの事務所をベースにしたもので、なぜかと言いますと、参考エステートというのは、あの 事,事務所の賃貸、えー、売買とかっていったそういったものをですねあの事業にされていたので事務所にフォーカスされたと。でその参考エステートっていう会社はですねあの東京都中央区銀座にありま,ありますのであの銀座だけじゃなくてその周辺ですね中央区の名建築がどんどんなくなっていくということでこのままでは、まあ、あのいい建築がなくなっていくんじゃないかと昔からの、まあ、そういうまあ あの問題意識からあのそれをテーマにして、本を作りたいねというお話があって、まあ、私もあのそこに参加させてということで、えー、これは本田さんにお願いして加わったということです。で、2002年にこの年の記憶という本を作りまして、まあ、それは事務所をしたいですね。で、2005年は日本の駅舎とクラシックホテル、2007年には日本のクラシックホール,ル、まあ、そのテーマにですね3つ写真集を出しました。 でそれで、まあ、写真集というのは、これはあの体制建設にずっとあの広報にいらっしゃったあ増田明久さんという、まあ、これも皆さんご存知だと思うんですけれども、歴史的建築物の写真をたくさん作られ撮られている方ですけれども、その方の写真をメインにした写真集です。で、この時にですね、その本田さんと私で、まあ、一つの問題意識っていうのがあったのは、まあ、あの建築家の方がですね、歴史的建築物、素晴らしいから残せ、残せということは、 よくまあ言われていて、そういう意見を公にされていたんですけれども、それだけじゃああの、えー、と残らないんじゃないのという、そのあたりの問題意識がありまして、まあ、なぜ壊れていくのか、なんか破壊されていくのか、まあ、そのあたりをです、ねえー、考える必要があるよねという問題意識があって、まあ、法制度の観点からもこういった問題に取り組むべきだよねということで、私の担当は、 そういうあの法制度との関わりで歴史的建築物の問題点を議論すると、まあ、そういうことでこういうものを出したんです。で今日はあのテーマはですね、えー、官民連携手法の法的枠組みということですので、これから、まあ、そういう問題について、えー、ご,ご説明したいと思いますけれども、あのえー、民間のですね所有している歴史的建築物と、まあ、超高基本団体、 まあこういう、一応、公共団体が所有している歴史的建築物、それが抱えている課題というのはやはりあのちょっと違いまして、民間の場合はですね、どうしてもその建物が存在している土地をですね、有効活用したいと、特にまあ収益を上げられる物件にしたいという、そういう、これ、株主からの圧力が会社に対してあるということだと思いますけれども、収益の観点からするとですね、 あの昔に建った低用石の歴史的建築物は全く効率よくないと、もっと高用石の利用をすべきなんじゃないかと、まあ、そういう圧力かかってくると、あと歴史的建築物については、さまざ、あ、まな維持修繕のコストが非常にあの、えー、か,か,かかるとで、コスト面からもですね歴史的建築物は問題だよねと、折り持つだみたいな感じで、まあ、壊しちゃって、新しくあ高い えー、紅葉石の建物を利用すべきじゃない、まあ、そういう背景があるわけですけれどもこういうのをですね物件はもうちょっと全然違ってまして、まあ、壊されることが問題っていうよりも、まあ、その建物が、まあ、ほっとかれるって言いますかね、えー、要するにそれがその有効に利用されないと、まあ、ある意味その放置され立派な建物なのに入請をされずに使われないという、まあ、そういうふうな問題がちょっとあと。 まあこういう問題があるので、今日はそのこうの,の建物で、従来、そういうあの行使されているような建物は、潜在的に持っているその建物の価値が実現されてないよねと、でそれを実現するために民間の活力、えー、民間のエネルギーをうまく使って何かできないかというのが、まあ、今、議論になっているあのあの活用保存のですね、 そういうあの論点だと思います。したがって今日はそのあたりをお話したいと思います。で次にですね、ちょっといきなり安保制度の理解の重要性と書きましたけれども、あの私その建築の人とかですね、都市計画の人とよく話すことあるんですけれども、そういう建築とかですね、あの都市計画のまあ、相当その責任名の知れた偉い先生方であってもですね。 その土地とか建物についての法律の基本的な知識がかなり薄いという、まあ、これはあんまり <laughs> お大っぴらには言いにくいんですけれども、今日はうは、えーまあ、好き勝手に申し上げますと、かなりその、えー、なんて言いますかね、そのあたりの知識が乏しい、これはある意味しょうがないことではあるんですけれども、でも建物とかいうのは、ですねやはり土地の上に立っているわけで、ででそこのお建物を、 どうするかということに、は、うん、たってはですね、当然やはり、あのその都市計画的な観点での法制度の理解、あとは建物についての理解、あとは、ま、あの建物の詩、まあ、人のですね、建物の所有,所有され、そして賃貸されたりしますんで、そのあたりのことがよく分かってないと、まあ、現実の問題に対して、 えー、本当に解決策となるものは提供できないということがあります。したがってあの法制度についてはあの建築の方も都市計画の方も基本的なところはしっかり抑、えー、えておく必要があると思います。で法律といった場合ですね、まあ、皆さんなんか自分のことをいろいろ規制する、まあ、も,ものでしかないっていうふうにお考えになるかもしれませんけれどもそこはかなりですね、えー、誤解があるところで。 まあ法律っていうのは、ここに書きましたように、社会を動かすまあソフトウェア。これがないとですね、社会が本当に混乱してしまって、予測可能な行動はできないんですね。予測可能な行動ができないということは、豊かな社会の実現もできないと。これは、要するに、基本的にはですね、法律っていうのも、一般の人々の常識に従った形にえできてますけれども、 えー、具体的な案件において、こういった問題ですね、どちらにどういう権利があって、えー、そ相手方にはどういう義務があるかみたいなところは、やはり法的なところを押さえないといけないんです。で、そのあたりのことがですね、まあ、その、えー、単に、えー、法律の条文に書いてあるっていうよりも、長い間形成された判例ですね、要するに裁判所に行けばこういう判断が出るという。 そういう判例,判例をベースにみんな,みんなあの弁護士とかは予測して、クライアントにアドバイスをするわけですけど、そのあたりが非常に重要で、その背景にあるのは、これちょっと書きましたけれども、まあ、ローマ時代からですねヨーロッパではその市民社会でお互いそのいろんな契約をして、そしてその契約を実現して、あのいろんな活動をするとそれ。それにあたってその法的な紛争をですね、やはりあの解決してきた。 背景があって、まあ、裁判所がそういったものをですねどういうふうに判断しているかというそういう判例の積み重ねで、まあ、法的なものがだんだん整備されて、まあ、あの原則的なものがある程度クリアになってきたというただ、えー、原則的なものがクリアになるだけで背景には膨大な判例というのがあるわけですね、まあ、こういうその市民社会が作った法律について、まあ、日本もですねあの明治維新の時にうまく輸入しまして でそれを、まあ、あのこれまで、えー、発展させてるということだと思います。でヨーロッパにおいてその形成されてきた法律法的な考えっていうのは、まあ、かなりその現実に根ざしていて一般の人々のですねあの、えー、その日常生活こういったものでどういう問題があるかということを拝見してで実際人間がどういうふうな行動を取るかということも あの頭に入れた上であで出来上がってきたえっ、ー、とですので、まあ、かなり汎用性があるわけですね。したがって、まあ、日本でもこの明治維新に、えー、導入して、でその後、えー、それを発達させることができたという状況です。したがって、法制度については、これは十分理解しておく必要があるというころと、まあ、当然のことなんですけど先、最初に申し上げたいと思いました。 で次にですね、あの今日の,あの課題に関係することなんですけれども、土地建物のですね、その法制度の基本について、やはりあの理解していただく必要があると思っています。で、あの、借地権、借家権という言葉がお気になったと思いお聞きになっていると思いますけど、まずその所有権が非常に重要で、えー、で土地と建物、それぞれその別々に所有権があるというのは日本の組み立てで、 これは実はヨーロッパとかです、ね、アメリカでは、えー、違ってまして、まあ、建物と土地は一体となって、まあ、一つの所有権というふうに考えられていて、まあ、建物は土地がその隆起したものみたいに考えているわけです。したがってちょっとそのあたりはあのちょっと独特に日本独特の法、まあの,の組み立てですけれども土地の所有権建物の所有権とか一応別々にあるということこれはまあ皆さんご存知だと思いますけれども 所有権というのが実は非常に重要で、で土地についてはです、ね、あの日本の陸地のどの部分でもです、ね、誰かが所有しているんですねで。所有というのは結局そこに対する支配をする力で、で所有権って一般に物、ね、に対する使用収益処分の自由をその所有者が持つということなんですね。 でもちろんその都市部とかはですね周りにとの関係でいろんな土地利用規制がありますけどもその土地利用規制の下ではあの使用収益が自由だとで。もっとその所有権の重要性はあの処分の自由にありましてこれはもう資本主義社会のほとんどすべての国であの処分の自由はあんまり制限ないです。日本でもですね あの土地建物の処分に対して制限があるというのは極めて少なくて、農、ま、地、あ、ぐらいですね。で、したがって、これはどういうことを意味するかというと、えー、自分が、自分もそこであの収益を上げられない場合はです、ねあの、収益を上げることができる人、まあ、その人が高い値段をつけるだろうから、その人に売ればいいということになりまして、まあ、結局、収益をたくさん上げる人のところに、えー、その土地が集まると。 まあそれはまあ一般的に言うとあの豊かな社会の実現を可能にするというふうに一般的には考えられています。でまああまり付き勝手ってなるの困るということに関してはその使用のところですね。だからまあ土地利用規制をすることで使用規制をうまくうう、まあ、都市計画的な制限建築制限的なことをやることで。 コントロールできるというのがまあ幸せ社会の一般的な考えです。それでまあ今申し上げました土地と建物があの別々の <laughs> あ所有権の対象になるので別々の人がその所有するということもあるわけです。でここでもう典型的な簡単な三つのパターンを書きましたけれども土地の所有者も建物の所有者も A というもう一番単純なものですねこれが一つでもう一つはあの土地の所有者は A で 建物の所有者は B でこの場合、B はですね、土地を借りるということになります。通常、B はこの借地権を有してこの建物をそこに持つということになります。でこの C というあの、登場するのはですね、この土地は A が所有して、建物は B が所有する。でしかしあの、建物を使用する人が C だという、まあ、こういう場合が、まあ、当然あるわけです。まあ、こういうパターンもありますねと。 いうことをまあ念頭において、いろいろ議論をしていく必要があります。次にですね、じゃあ、その今、もしある借地権っていうのはどういうものかということを簡単にあのご説明します。で、あの、実はまあ今はですね、この、えっ、ー、と、まあ平成4年以降ですが、あの普通借地と定期借地という2つのパターンがあります。で、実は、あの、 えと土地の賃貸借に関して言うと土地は、まあ、借地になりますねで建物の賃貸借だと借家になりますでこれの基本にあるあの考え方は民法の賃貸借のところにありますけれども土地の賃貸借建物の賃貸借の場合はです、ね、借地人とか借家人の保護要するにあの安心して継続的にそこを利用したいという借地人借家人の その利益を守るためにですね、かなりその特別な規制がありましてそれは昔は借地法借地法と2つ分かれていたんですけれども平成4年にこの2つが合体して借地借法というのができましたで現在その、えーえー、普通借地と敵借地と2つあるんですけれども平成4年までは普通借地しかなかったんですねでそこでのまあ問題っていうのはですね あの非常にその借地人保護が強くなってしまって、結局、地、えー、主がいったんですが、土地を貸しちゃうと、もう帰ってこないと、まあ、あのもう少しでかく言いますと、期間を一応決めて貸して、そして期間が満了の時にですね借地人がもう少し借りたいということを言った時にですねそ,れをその更新を拒絶するというのは極めて難しい、正当自由がなきゃいけないということで、極めて難しいんですね。 で難しかったので、あの一旦土地を貸しちゃうと、もう帰ってこないというその意識から、地主が土地をです、ねえー、人に貸すことをしなくなったとっいう、まあ、そういう問題が、まあって、それはまあ本当に大きな弊害だよねということで、もっとその地主がです、ね、土地を貸しやすい、要するに自分が使いたく、まあ、使う必要がない場合、売るだけじゃなくて、貸せるようにする、そういう。 借所、えー、制度を導入しなきゃいけないということで定期借地の制度ができました。でこれでその、えー、と平成4年以降はですね、えー、定期借地がありますので、えー、今やその一定の期間を決めて、えー、終わった時には終了して土地を返してもらうということが確保できるようになりましたで定期借地にも2つありまして一般定期借地と事業用定期借地があります。 一般的着地というのは住,居にもあ住,住宅用の土地利用にも及ぶんですけれども、事業用というのは、まあ、あの住宅用では使ってはいけないということになって、でただまあ10年以上の期間で、えー、一定の期間の土地利用の権利を与えるということができ、終了したときには、返してもらうことができることになっています。これが借地権のもの、すごく大雑把な説明です。次ですね 借家権については、これは先ほどの,その平成4年の借,借家法でもです、ね、大きな改正がされなくて、要するに普通借家というのは先ほどの普通借家とまあ似たようなもので、要するにあの期間が来て、えー、借家人が期間満了の時にもう少しあの使いたいということを言えばです、ね、賃貸人の方はそれを拒絶できない。 正当事業がない限り、共通できないということになってまして、その正当事業がなかなか認められないという、そういう問題がありました。それでこれだと、ですねやはり先ほどと同じで有料な、あ今度はあのー、建物が賃貸マーケットに出てこないという問題がありまして、平成11年に定期借家の制度があう組み込まれて、それ以降はですね普通借家と定期借家、2つの制度があ選べることになっています。 で定期借家というのは期間通りに終了させることができると、まあ、そういうことです。ただあの、えーと、一つ申し上げておかなきゃいけないのは、定期借家もです、ね、定期借家も期間が満了したら、返せということは、まあ、その通り認めてもらえるわけですけれども、期間の途中でこういうことを約束して、これに違反だったから返せとかです、ね、解除するというのは、これは今なお簡単じゃないんです。 簡単には解除は認められないというところがあって、ここはちょっと後であのそでの貸してる方が、レシ的建造物の使い方とかですね、その回収とかにコントロールを及ぼすことが本当にできるのというとことと関連はしてきます。まあ、以上がですね、借家の方の簡単な説明です。それで、先ほど田原さんの方からもありました。 だけれども、えーと、歴史的建造物の官民連,連携で、定期借地とか定期借地とか定期借地の制度もあるけれども、あとその PFI の方式もあるよねとか、あとその指定管理者制度っていうのもありますね。で、これ、まあ、指定管理者制度とか、その PFI、PFI の中でもコンセッション方式っていうものがあの歴史的建造物の活用、民間活用、 においいてて使われていますのでこれをちょっと申し上げますと、これは先ほど申し上げたような、あのえー、なんていうんですか民、民法上の司法的な賃貸借の制度とはまた別のところにあるもので、まあ、伝統的なものではないですね。むしろ、まあ、特に、えー、PFI の方は、えー、イギリスの考え方がおそらくかなり影響を まあまあ、それをかあの輸入したようなものだと思いますけれども、まあ、指定管理者制度も割とそれに近いかと思いますよ。これ、両方ともに似てるんですけれども、あの指定管理者制度は、ですねあ要するにあの、まあ、両方ともその本来、通常だったらあの公の方が、えー、公共事業、または自分の本来の事務としてやっていたものを、ですね民間業者にやらせるという、そういう制度です。 で指定管理者制度の方は、長期地,地方でこれ、まあ、平成15年だったと思いますので、2003年くらいにできた制度で。これは、まあ、彫刻業団体が所有している、まあ、今、我々がここで議論している念頭において歴史的建造物であれば、その歴史的建造物の運営管理をです、ね、指定管理者に任せるということが可能ですね。でこの指定管理者 だって基本的には民法でいう委任の、誰かにお願いしますという、それを専門的にですねあの、それをやってくれる人にお願いしますと、民法の委任に近い関係にあるわけですけれども、あ,のある特定の事業について、かなり包括的にお任せするというのが、あの指定管理者制度ですね。 PFI っていうのは、まあ、あの民間活用、民間資金を活用して、従来公共事業だったもののサービスをあのアウトソーシングする、そ,の、まあ、そういう手法というふうに、まあ、あの理解されていますし、そういう形で PFI っていうのもまあできています。これは1999年にできていて、まあ、これも20年ちょっと前にできているということですねで。その中のコンセッション方式っていうのが、あのえー、この 歴史的建造建築物のですねあの官民連携において使われているということですこの交差処方式っていうのはあの、えー、その施設をですねあ,のあくまでもあの公共団体が地方公共団体が所有したままでただあの一定期間あの一定の条件のもとに、えー、その 民間事業者に使ってもいいよと。で、えー、まあ、そういうふうなもので、そうなると指定管理者とはどこが違うかということなんですけど、ニュアンス的には、の交差証方式の特典を与えるということで、まあ、何かこれお願いしますよっていうことよりも、それはあなたやってもいいですよというふうな、そういう感じのニュアンスですね。で、まあ、あのこの場合は、従って特典ですので、 い,い,いろんなですねあの契約で、えー、事業者を縛ることができる。で指定管理者制度も、まあ、あ委任契約の一種というふうに考えられますので、協定でかなりいろいろ縛ることができる。まあ、両方ともかなりですね彫刻業団体がコントロールをずっと持ち続けることができるということが言えます。これなかなかちょっと分かりづらいと思いますの、ね、で、少しずつあのちょっと説明しながらじゃないと難しいと思いますけれども。まず あのえー、と賃貸借とですねあの運営管理委託の違いなんですけれどもあの賃貸借っても伝統的なああのです、ね、あのものをですね人に使用させるときの契約形態ですけれどもあの賃貸借って私も最初は賃料をもらって人に何か使う,使うことを認めるというそれだけのものかなと、まあ、弁護士になってからはとそういうふうな意識だったんですけど。 大きなところが実は一つありまして、それはその物を引き渡すということなんですね。引き渡すというのは、借りる方があが、のーそそ、それに対して占有権を持つ、支配する権利を持つ、まあ。そこが実はかなり大きなところです。うん、で、運営管理委託の場合は、オーナーはあくまでも諸国共団体で、管理者のほうは、まああのえー、使えるんだけども占有は取らないと。まあ あの基本的なその支配権はなお、お中国共産党にあるというか、こういう形です。で、占有が相手に移ってると、ですねそこに入っていくこともやはりあの自由にはできない。だから賃貸借の場合、人に建物を貸しちゃうと、あのえー、賃貸に、俺がその消費者だから、<laughs> 入るのちゅうだとう、そういうわけにです、ね <laughs> まあ、あの当然、緊急の場合は、入っていいよという契約書になってるわけですけれども。 でも原則そうやって人に渡したものについてはそこを支配するのはその後は賃借人、まあ、そういう意味では賃借人が占任者なんですねこれは引き渡しということでそういうことになるわけですでここであの歴史的建造物の関係で重要なのは土地工作を責任というのがございましてこれはその、えー、と建物のですね接着保存の関心があって 誰かが損害を受けた場合に、その損害の場所をする責任者が誰かということなんですけども、その対被害者との関係では、第一的なあ責任者専占有者ですね。占有者が、まあ、ちゃんとその、えー、事故が起きないようにいや、損害が発生しないようにあの対応していた場合には、消費者に行くと、まあ、どっちかが多いんですけれどもいずれにしても。 被害者との関係では、占有者が一時的な責任を負うということになっています。したがって、賃貸借の場合で専有を落としているときには、賃借人が専有を持っていますので、そこでの事故については、賃借人が対被害者に対して責任を負うという形になります。でまあ運営管理の場合は、被害者と関係では、ああ管理者は、 がないといとうことでオーナーナ責任を持つただ、もちろん管理にあの問題があった場合には、運営管理委託契約に基づいて、オーナーが管理者に責任を追及することがあるわけですけど、ただ、東との関係では、戦友者ではない管理者に直接、あのえー、請求ができるかというと、基本的にはそこはできなくて、戦友者であるオーナーの方に行くということですね。こののりが賃貸と応援管理のの違いです で次にですね、あの、コンセッション方式って何かっていうことなんですけど、あの、先ほど、その、田原さんの方からご紹介があった、あ旧奈良韓国ですね。これについては、コンセッション方式で、えー、民間事業者があ、その、を取得して、それで、あの、えー、今、えー 運営,実施運営実施の権限を持って、今、その建物改修化されているところなんですけれども、このコンセッション方式の場合は、まあ、あくまでも、あくまでもですね、彫刻業団体が建物所有権を持ったままで、民間事業者がコンセッションで、その特権として、ですねこの、えー、建物の運営実施権を取得して、それで、 えー、そこで利用できるということになっていますで。その場合はその、一体建物の使用権はどうなっているかなということで、これはあの、えー、今日のなら韓国の、ね、コンセッション方式の運営実施契約の内容を見ていましたけれども、使用対策ということになっていました。でこの使用対策というのは先ほどちょっとご説明はしなかったんですけれども、大体その 建物を今年貸すときにですね、まあ、賃料もを払ってもらって貸すので、賃貸借が圧倒的に多いわけですけど、ただで貸すっていうこともあるわけですね。だから、あの使用貸借っていうのは、ただで貸す場合のあ当社の契約関係なんです。で、ここの重要性はですね、あの先ほどの借地とか借家における借地人を保護、借家人保護っていうのはない,ないんですね。要するるにただでで貸してるんであの いつ,いつでもいつでもって言います契約に従って返してくれているときに、何の制約もなく返してもらえる、そこがまあ圧倒的に違うところで、でコンサッション方式との先ほど申し上げましたように、あのまあ、民間の事業者に特,特に一定の事業を行うことを認めるもので,で、問題があれば返してもらうよというようなことが、うまく機能しないといけない。 でその土地賃貸借とか建物賃貸借とはなかなか使いづらいんじゃないかなと思ってます。要するにあの先ほども少しご説明しましたけれども土地賃貸借とか建物賃貸借はいくら定期借地定期建物賃貸定期借家で,す、ね、であってもその期間の途中に収納させるというのは結構難しいんですね。え相当なあの理由がない限りは解除はできないというふうに考えられております。 でそれはいくら特約で結んでいてもそうだということになっているので、まあ、あの、約束通り本当に違反があったときに返せと言えー、るかというと、かなりいろいろ問題が起きそうです。で、そのあたりを問題だと考えると、土地の賃貸借とか建物の賃貸借というのは、コンセンション方式で使うことは多分ないだろうと思います。で、実際、旧奈良監獄に関しても、契約を見ますと、使用貸借ということになっていて、 に従って、その契約通りの、まあ、契約の内容に従って、あの契約関係を終了させることができるということが確保できる。ということで、使用対象になっているというふうに思います。まあ、あの、ここまでとご説明しましたけれども、あとその、中、え、国、ー、共団体所有の歴史的建築物の、あの、 えー、民間商業民民間所有の場合と違うのは先ほどもご説明しましたけれども民間商有の場合はなぜ壊さないのともっとその収益の上がる土地利用すればいいじゃないかと、まあ、まあそういうふうなことなんですね一方、地方公共団体の商業の場合はです、ね、ちょっとこれはちょっとそういうふうな話ではなくてむしろ公務員の方,の方の方の問題が結構あるかなと言いますと、まあ、公務員の人に申し訳ない悪,悪いんですけど 私も何十年もです、ね、弁護士やってて、地方、えーまあ、公務員の方といろいろと接触することがあるんですけれども、まあ、人間誰でもそうなんですけど、あのまあ、責任は負いたくないとかです、ね、便座なことはやりたくないという、そういう、まあ、人間の普通の行動パターンが、まあ、はっきり出る公務員も結構おられるんですて、ね、だそうなると、まあ、歴史的建築物というのはその扱いも厄介だし、 しかもその安全性とか、そんなこと考えても結構大変めんどくさいわけですね。だからもう基本的にはあまりその活用させない。で、もう大事にするけれども、まあ、誇りをかぶって、かぶらせていただきますみたいな。まあ、こういうふうなパターンが結構まあ従来あった。で、こういうことじゃいけないんじゃないのということで、活用保存の必要性とか、まあ、先ほどお話にありましたけども、今、工学院大学の理事長の 後藤先生とかがですね、結、え、構、ー、そのあたりで消されて、活用保存のお、えー、流れに今来ていると思います。で、そのために民間の活力を利用して、官民連携が必要だよねという、まあ、そういう話だと思います。で、まあ、そういうふうな、ちょっと彫刻団体の所有の場合は、あのそういう、まあ、問題があるということです。 で今、いくつか申し上げましたけれども、各手法がです、ね、それぞれの,その、えー、建物のいてどれがあの適合的かという問題があって、まあ、歴史的、えー、建築物の価値の毀損を防ぐという意味ではです、ねあのー、契約自由の,その考え方が支配、えーまあ、要するに契約によってコントロールできるです、ね、運営管理委託とかコンサッション方式の方が、 まああの優れてるだろうと思います。で定期借地ということになると、これ、建物そのものの所有権をですね事業者に与えてしまうので、これはコントロールしようと思ってもなかなかできないと。だから、その、えー、違反の場合はですね、えー、借地契約を解除するよって、いくら書いといても裁判所でその通り認めればと、もう極めて難しいと思います。でそもそもですね、まあ、あの建物の所有権が、 民間事業者に移ってるんで、例えばその50年間あの定期借して、その途中であの借地になる民間事業者が、この例えばも面倒だから壊しちゃったよとかっていうのがあったときです。壊すことを仮にできないという,うに契約で書いておいても、じゃあその結果どうなるのという問題があります。で、まあ、なかなかあのそういう歴史的建築物を壊すなんて、 あというふうな常識が通用しないですね、民間事業者もありますし、あと、定期借地の場合はその、例えば処理権を事業者を持つので、民間事業者はそれをその処分しようとした場合ですね、ストップできればでき基本できないっていいますかあの、もちろんですね、地主の,の承諾なく、借地権の上等というのはできない形にはなってるんですけれども、その承諾がない場合には、裁判所にですね、地主に代わって、 えー、裁判所の方で判断してくださいと、裁判してくださいということを言うと、大体認めてもらってですね、その場合の相場まで決まってるんですよね。だって借地権価格の10%、あれやっぱあのいいじゃないのみたいな、そういうです、ね、ことがあったりしまして、だからその建物所有者が変わったり、建物が壊されたりということも、です、ね、定期借地の場合はかなり気にしとかなきゃいけない話あっと。あと民間のそういう工夫を生かすという意味では、 まあでも建物が民間事業者の方にあった方がずっとは,はるかに楽なので、定期借地は、そういう意味では、えー、民間事業者がそういう工夫を凝らすことができるで、コンセッション方式は、まあ、契約クですから、ね、契約クでエキシあと定めておけば、まあ、うまくいくわけですけれど。まあ、運営管理カの場合ノバヤヘイチョコまあ、オーナーとしてチョ公共団体が残りますので、まあ、あの、 やはり、えー、民間の方がですね、いろいろやろうと思っても、まあ、そこまでやられちゃうと、あのオーナーとしての超公共団体もリスクは取りたくないということで、いろいろコントロールしようとするでしょうから、なかなか民間の創意工夫を生かすっていうのにはちょっと難しいんじゃないかなと思ったりします。で事故の時の土地工作の責任ということの観点からすると、やっぱり制援が移らない。 運営管理いたというのはですね、これはやはり、えっ、ー、と、地方自体の立場からすると結構きつい、もう定期借地にしちゃった方がいいとかって、そういうふうなことになりやすいですね。厚方式の場合は、まあ、一応、1000円を移る場合がもちろんああの基本だと思うんですけれども、いろいろ契約自由でいろんな工夫が可能なんで、あのそれに伴うリスクを あの事業者の方としたら、あのまたあの、地方公共団体の立場からもですね、いろいろ契約で、えー、妥協点を見つけて、最初から約束できるんじゃないかなというふうに思います。まあ、こういうことを見てると、割とコンサンション方式というのが、歴史的建築物の,あの、えー、いろんな要求をですね、出す方法かなと思ったりもします。それで 具体的に例については、まあ、私がちょっと言及することはないんですけど、奈良監獄については、あの主要ですねあの、その契約書、運営実施契約が公表されてますので、それを見ました。まあ、それについては、あのこの、えっと、旧奈良監獄についてというこの資料をお、えっと、付けしてますので、これを見ていただければと思います。私のまあ印象ではここに書いて あそのどういう受診契約かといいますと、事業受診期間、これ、コンセッション方式なんですけど、32年となってまして、事業収益は全部運営権者、要するに民間の方に帰属して、国は一切費用を負担しませんと。で民間の方は運営権を6000万円で買ってくる、買うということになる、まあ、お金払わですね。で、買ってもの使用対策、まあ、国が所有ですけれども、ただで貸しちゃう、民間事業者に貸しますよということになって。 で、契約時点で回収工事の内容は詳細になんか決まってる感じですね。で、その最初の回収工事にあたって国の地域が相当細かそうだです。その後の修繕は、えー、運営権者の責任で行うということになって、このあたりはどこまでコントロールがいってるかよくわかりません。で、運営権者の増資が価値か認とないといういってことになっています。で、契約終了時にはですね、所定の役場に従った現状に服して、えー、その施設を変換。まあ、こういう形に。 なっていますこれはまた後で議論があれば少し詳しくご説明しますけれども。ということであとは、えー、っと時間がありますので簡単に申し上げますと豊、まあ、かな官民連携を目指して、まあ、いくつかの今パターンを申し上げましたけれどもどれがその具体的な事例において適合的なかということを考えなきゃいけないということとあとですねやはりその官民連携ですから基本その両者の合意でいろんなことが工夫が可能なはずなんですね。 だから、最初に契約するときによほどいろんなことを、将来のことを考えて、組み立って,ておく必要があると。で先ほど言いましたように、途中で壊したり、ですね途中で約束違反があったときに、どんなのっていうことを、ですね将来の競技に任せちゃうと、簡単ではないと言いますか。まあ、悪い人が結構いますんで、民間の中にも。い、え、ろ、ー、んなことで、所定の、思っていた通りのことが、 実現されなくてひどいことになる可能性もあると。まあ、そのあたりは契約をしっかり作ればいいんですけれども、まあ、私のこれまでのです、ね、弁護士の経験からすると、中公共団体が絡む契約書ってかなりまあ問題多いというか、まあ、非常にステレオタイプが多くてですね、まあ、ある書式を使いましたみたいな。でその契約を作り込むその作業がですねほとんどんされていないもの、貧相なのばっかりね。ので、まあ、ここ行っちゃう恐縮なんですけど。だからあのただ、歴史的建造物の場合は、 個別事情反映させるべきだと思いますで先ほど申し上げました奈良監学の場合はですねかなり国の方で,でも力を入れて作られたと思いますけれどもかなり詳細なことが規定されています。でそれはまあその奈良監学で適切なだけであって他のところでどうかというのはまた別の話なので個別事例に応じてやなきゃあの考えなきゃいけないと。あとまあ保存活用の知識を有するのやはり人をですね しっかり区長公共団体の方で確保して、まあ、その人を大切にして、えーまあ、待遇も含めて、ですその人を大切にするということが非常に必要なんじゃないかと。で、実際、その担当の方は、まあ、柔軟な思考の持ち主でなきゃいけないだろうというふうにま思います。ということで、ちょっともう時間を過ぎてしまいましたので、私の発表をここまでとさせていただきます。 はいどうもありがとうございますあのなかなか普段我々もですね、えー、こう理解できていないですね、えー、まあ、法律的な側面からですね、えー、この官民連携の問題、えー、と重要なあポイントについてお話しいただいたと思いますえー、まあ、特にですねあの借地借家の場合ですねあの途中 何か問題があったときに途中解除が見られできないという認められないというところが大きなポイントだというご指摘がありました。それに対してコンセッション方式であると,、えー、と契約によっていろんなことがあ、まあえー、工夫して。えー あの、問題を解決できるんだというようなこともご指摘いただきました。まあ、そのあたりで、ね、その具体的な事例についてですね、後で、こう、えー、歴史的価値が保障できるのかといったことも含めてですね、えー、議論になるかと思います。それでちょっと、あの、少し私の方から今、今の 小沢先生、小沢さんのお話にですね、えー、ちょっとあの確認したいことがあるんですけれども、あのー、指定管理者制度と PFI の,の違いをお示しいただきました、えー、っと4番のところですけれども、あのー、私の理解ではですね、指定管理者制度と PFI の大きな違いとして、あのーえーっとまあ、事業機関の こう短い長いの違いが一つあるのかなと思ってまして、えっ、ー、と指定管理者制度の場合、まあ三年から五年というのが多いいいのではないかとで、えっ、ー、と PFI の方は十五年から三十年ぐらいという、えー、かなり期間の幅が広いという印象があります。もう一つはですね、あのー、今回の歴史的建築物のようなう、えー、建物を新築するのではなくて既存のものをこう活用していく場合に、まあ回収費をどこが 出すのかという問題もあって、ですね、えー、違いがあって、ですね、えー、指定管理者の方はあの回収は公共の方が出して、えー、そして PFI の方は民間の企業の方が出すと、えー、出資するというような違いがあるのだとこう理解していたんですが、それはそれで正しいでしょうか。あの大まかに言って、まああのそういうこと、そういう傾向があるだろうと思います。ただ 指定管理者制度だから期間はこれじゃなきゃいけないとかですね、コンセンション方式だから期間はこれじゃなきゃいけないということはおそらくなくて、ただ、先ほど申し上げましたように、あの指定管理者の制度の場合は、本来、地方公共団体がやるべきことを一定期間お願いしますねみたいな、そういうことになって、で本来は、だからその修繕とかいろんなことにかかるコストは、あのえー、そのオーナーである地方公共団体持ちですよね。 っていうのが基本だだとと思思うんでですすねただもうそ,それれれもも契約であの変えられると思いますけれども基本はそういうことだろうと思います。で一方、コンセッション方式はですね、もともと特別にこ,のこういうことを、そういう事業はあのそっちでやってもいいよと、普通はそんなことを認めないんだけどみたいな形なんで、まあ、ここはあただその代わり全部いろんな負担やそちらで持ってねというそういうふうな発想で、 本来的にあの中高教団体がやるべきことをお願いしますねというのとはちょっと違うのでいろんなその修繕とかそういうコストも全部あなたが持つんだったらあのあのそういう特別のそういう事業受資験を認めてもいいよねとでもそういうことでそうなってるんじゃないかなと思いますはい分かりました <laughs> はいありがとうございますえっとそれではまたあの、えー と詳細については後で座談会で議論したいと思います。どうもありがとうございました。はい